こんにちは、スカイフィッシュです。僕は普段動画を撮るときにはブラックマジックの BMPCC6K プロだったり BMPCC4K このあたりを使っています。このブラックマジックの BMPCC シリーズにぴったりなモニターがあるということで、今回メーカーさんから提供していただきました。それがこのポートキーズの LH5P。 モニターといえばブラックマジックのビデオアシストだったりアトモスの忍者だったり、そのあたりが有名だと思うんですけれど、自分も YouTube の撮影用に返しのモニターをこのアトモス忍びを置いて撮影に使っています。モニターにはいろいろ種類があると思うんですけど、今ご覧になっている方はこのポートキーズってご存知でしょうか。まあこれがねポートキーズなのかポートキーズなのか正確には僕ちょっとわからないんですけど、というのも失礼ながらこの今回お話しいただくまでこのポートキーズっていうのを知らなかったんですね。すいません。そんなポートキーズの LH5P このモニターを使ってみたので、その感想などを紹介したいと思います。実際にはもう一応開封はしたんですけれど、モニターがこれで、これが専用のケース、ちょっとペリカンのようなペリカンのケースのようなそんなデザインになっていて、実際そこまで堅牢性があるかはわからないんですけど、まあモニターをね安心して運べるようにそんな作りになっています。ポートキーズ LH5P の製品の特徴なんですけれど、まずこれがね 5.5 インチのディスプレイになっていて、周りはねアルミ製ということでかなりしっかりした作りになっています。モニターの解像度はフル HD1920×1080、 上見るとここに真ん中に物理ボタンがついていて、オフオン、これが電源になっています。その横にはファンクションボタンが4つついています。で反対側には物理ボタンで戻る、マイナス、メニュー、プラスってことでね、こちらでメニュー操作をすることができるようになっています。サイド見ると HDMI のインとアウトがついていて、真ん中にはヘッドホン端子がついています。で HDMI でカメラからの映像を映し出すこともできるし、ここに映っている映像をアウト、ここから他の外部モニターに映し出すことも可能になっています。で底面はこちらはリモート A って書いてあるんですけど、これはカメラコントロールをするための端子になっていて、でここは4分の1インチネジ、まあ、よくある三脚のネジの穴がついていて、ここは USB-A ですね。でこちらはリモート B って書いてあるんで、こちらもおそらく、カメラコントロール用の端子かと思われます。背面、ここにはバッテリーを差し込む箇所になっていて、ソニーの NP バッテリーを使用することができます。このソニーの NP バッテリーを使用します。でここにスロットに入れて、先ほどの上部をオンにすると、はい、画面がつきました、はい、起動しました。このモニターは輝度が1700ニットということで、直射日光の下でもね普通に直接見ることができる輝度になっているので、屋外での使用時にはすごく使えるんじゃないのかなと思います。でこのポートキーズの LH5P なんですけど、カメラの外部モニターとして使うだけでなく、このモニターからカメラを外部コントロールすることができるんですね。無線制御と有線制御の2パターンあるそうで、特に今回のこの僕が使っている BMPCC シリーズは無線でカメラのコントロールができるということでね、かなり便利な機能になっています。ちなみに無線制御できる他のカメラはソニーの α7-3 もできるみたいですね。と有線だとソニー、キャノン、パナソニック、Z カム、あとティルタのワイヤレスフォローフォーカスなんかも有線であれば制御が可能な作りになっているそうです。せっかくなんでもうカメラにこうつないでみようかなと思います。では手持ちのブラックマジック 4K の方にね取り付けてみます。カメラの映像を送るにはここの HDMI の端子を使用します。ブラックマジックの 4K だと HDMI-A の端子がカメラについていて、フォトキーズの方にも
A の HDMI インっていうところですね。これも A 端子なので A2A の HDMI を使います。はい、でカメラ起動しました。お、これね、ちょっとあんまり家の中が綺麗じゃないんであれですけど、これ今カメラが映している映像がこのポートギーズの方に映し出されています。BMPCC4K とか BMPCC6K っていうのはカメラのモニターが固定式なので、どうしてもまあ外で使うと見づらかったりするので、この外部モニターあるとすごく便利なんですけど、今この取り付けた感じ、外部モニターとしてこの LH5P 問題なく使えそうですね。こんな感じです。ポートキーズがカメラが映している映像をここに映しています。このモニター自体は8ビットを10ビットに擬似的に見せるタイプの10ビット H プラス2 FRC フレームレートコントロールってやつなんですけど、本当の10ビットではないんですけど擬似的に10ビットに見せてくれるっていう性質のモニターになっています。あ、今僕普通にこれ繋いじゃってるんですけど、これね、 BMPCC シリーズは Bluetooth 接続ができるんで中でその設定をするんですけど、ちょっとね、せっかくなのでこのモニター自体に HDMI アウトの機能がついているんで、このポートキーズのここに HDMI ケーブルを挿して、でスイッチャーに映像が行くようにすれば多分もうちょっと分かりやすく画面見せれると思うんで、ちょっとこれやってみますね。いけるかな。お、めちゃくちゃ簡単にいった。なので今結局はこの BMPCC が映している映像を一回ポートキーズの方に映して、それを今スイッチャーの方に流してるっていう状況です。で、ポートキーズのこの操作設定っていうのがちょっと癖があるので、どういったところがどういった感じなのかちょっと説明をしていきたいと思います。まずポートキーズの画面はこうワンタッチでフルスクリーンとメニュー、これを切り替えることができます。で、今ブラックマジックのカメラとつないでいるんですけど、それがここに BMPCCBLE って書いてあるんですけど、これは Bluetooth って意味ですね。 Bluetooth でつながっています。試しにここを押すと、どんなカメラで接続するかっていうのが出てきます。パッと見ると Z カムで、ブラックマジックの BMPCC で、ブラックマジック BMPCC をこれ多分有線ってことですかね。で、キャノンランク、ソニー、パナソニック USB っていう感じで、いろんなカメラで接続することができます。もうブラックマジックのカメラとは接続しているので Bluetooth でカメラのコントロールできます。例えばフォーカスでこんな感じでこのバーをスライドさせるだけでピントが調整できたり、ズームはねちょっとできないと思うんですけど、物理で、あとはこれアイリス絞り、今使ってるレンズは F4 のレンズ、開放違い F4 のレンズなんで開放で4、他にもシャッタースピード、ISO感度で、フレームレートで、こちらはホワイトバランス、ティント、B ロー。今 B ローで僕撮ってるんですけれど、はい。ブラックマジックローかプロレーズも選べたり、ビットレートもこちらで変更することができます。で、さらに、ここで解像度。撮影する解像度の選択も 4KDCI から HD まで選ぶことができます。ということで、これがちょっと分かりづらいんですけど、このスライドさせるとちょっと画面が変わるんですよ。で、上から下に下ろすと今のカメラ設定の画面になります。で、次に左から右にスワイプすると出てくるのが、これね、カスタム設定で、まあ、よくあるモニターのピーキングだったりグリッドだったり
フォルスカラーだったりっていう、そういったカスタムをすることができます。でこの両脇にそのアイコン、ショートカットを追加することができるんですね。でこのプラスのマークを押すと、はい、ここにショートカットのアイコンを追加することができます。この右から左にスライドさせると、これはですね、このモニター自体のコントロールをすることが可能です。この画面のコントラスト調整とかシャープネス調整をしたりとか、画面のフリップをしたり、この画面でポートキーズのモニターの中にフラットを追加して適用させることが可能です。こんな感じでブラックマジックのこういったモニターが固定式のカメラにはすごく使えるんじゃないのかなと思いました。特にブラックマジックのカメラは無線でのカメラのコントロールっていうのもできるので、はい、非常に便利な機能だなと思いました。今回はね、このモニターを直接 HDMI でつないでいるんですけれども、ホーリーランドなどのね、映像をワイヤレス化するトランスミッターとかを使うことで、完全にこのカメラとモニターを離れた距離で使うことも可能になってくるので、完全遠隔での操作も実現するということで、かなり面白いんじゃないのかなと思います。ということで今回はこのポートキーズの LH5P を使ってみたという動画でした。画面も綺麗で屋外でも問題なく使用できたので、これからねガンガンちょっと外で使ってみたいなと思います。このブラックマジックのカメラだったり、まあ、他のカメラでも有線でね、このカメラコントロールできるので、外部ディスプレイをお探しの方はこのポートキーズ LH5P、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。スカイフィッシュでした。